山田さんのこと好きなんですか？あの、返さなくても大丈夫です。じゃあ失礼します。一人ですか？俺が撮りました。寝てる間に。なんでだろう、なんとなくそうしたくなって。おかえり。大丈夫？目に入った？見せて、どっちの目。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？いらない。大丈夫ですか？いらない。二人ともとりあえず付き合っちゃえば。私がエータ君の冗談を真に受けて、もしそうしてたら、山田ってどうしてた？お礼言いに来た。イベントの日、本当に大丈夫ですか？ありがとうって。もしそうなら、それはすごく光栄なことだと思います。つまんない奴に高嶺の花なので、あんまり考えたことはなかったっすけど。おかえり。私のことそんな風に思ってたんだ。